生というか、まあ、ずっと僕も好きで毎日のように聞いてますけども、ありがとうございます。藤崎先生は、はいはい、はい、私はなんかあまりラジオ聞いて育ったタイプじゃないんですけど、はいはいはい、みんながもうラジオ大好きなので、あのみんなでルームシェアして一緒に暮らしてるんですけど、はい、あのそこら中でラジオが鳴ってるんですよ。さて、ステレオを聞くとき、そのお部屋の条件により、さまざまな特性になって聞こえてきます。そのリスニングルームの音響条件を SEA で理想的に補正できる例を実験してみましょう。まず一般的に、洋間は反響音が多く、低音がこもりやすくなり、また中高域もやけに耳につく感じで、高音もツヤのない音に聞こえる場合があります。こんな音です。このような音を SEA で補正してみましょう。まず 60Hz を上げ、こもりやすい 250Hz を下げます。そして高域の 15000Hz を上げますと、低音がこもりのないすっきりした音になり、高音には一段とツヤが出てきます。お聞きください。次に一般的な日本間の例を挙げてみましょう。日本間は洋間とは反対に吸音性があるため、低音と高音が不足気味の感じになります。このような音です。ではこれを SEA で補正してみます。まず 60Hz を思い切り上げ、 250Hz をわずかに上げて低音をブーストしてください。それから5000と 15000Hz も少し上げます。低音に重みが増し、高音にはツヤが出てすっきりした音になります。聞いてみましょう。いかがですか？リスニングルームの音場補正、SEA の効果がお分かりいただけたでしょう。